どうも皆さんこんにちは、キョウケです。今回ですね、前回のクラン戦でバルガゴをやってみたんですね。そのバルガゴなんですけれども、今回2本リプレイを見ていきたいと思います。そこで、そのバルガゴのその味噌の点というか、バルガゴのですね、その大事なポイントっていうのを見ていきたいと思います。今回はどちらともタウンホール8をですね攻撃したいんですけれども、はい、あ、これですね。まずもう15番目っていう、攻めるところがなかったんで、まずですね、こういうタウンホール8のベースですね。対空砲はそこまで強くなくて、タウンホール8です。はい、では早速見ていきましょう。まずはですね、3、4体で援軍を釣ります。ここなんでバルーンが3、4体なのかというと、確実に援軍を釣り出すためですね。ここで1体にしてしまうとですね、そういうもう対空砲ウィザードの塔であったりして、完璧に援軍を釣り出すことができないんですね。バルガゴにおいて援軍を釣り出せないというのはもう致命傷他ならないです。はい、そこで、アーチャーを終わった、アーチャーとかを使って、援軍を釣り出していきます。ここがですね、バルガゴの援軍の処理の仕方なんですけれども、ここでバーバリアンで集めていきます。ここでですね、私バーバリアンで集めたんですけれども、ガーゴイルで結構集める方いるじゃないですか。でもそれもったいないんですよ。ガーゴイルは枠を2使うので、そこでガーゴイルをね、3、4体使ったら6から8枠無駄になってしまう。無駄というかちょっともったいないので、ここはバーバリアンで釣ろうと思ってます。さあ、ここで、バルーンを投入しました。もう結構ご存知の方いると思うんですけれども、バルーンのですね、落下ダメージによって援軍を処理するという、小技というか技でございます。はい、このように援軍が処理されました。そしたらですね、私の場合は、というか普通の一般的な場合はですね、バルーンを面で出していきます。そして、見てわかるんですけれども、こっち、面で出すっていうメリットっていうのは、例えばですよ、これを出しましょうか。このアーチャータワーとこの大砲だけターゲットを取った場合にですね、この2つが攻撃した際に、ここら辺にいるバルーンは、対空砲やらウィザードの塔を、ターゲットを取りに行くと思うんですけれども、ここの大砲をやったらですね、アーチャータワー、対空砲、そして、アーチャータワー、迫撃砲、そして対空砲と、もう結構その長い道のりになってしまいますよね。なので、面で出すことによって、そのバルーンが前進して、ここのもう壊して、で、さらにすぐ前進して、その主要なその防衛施設、対空砲やその巨大クロスボウに向かってもらえるように、面で配置することが大切になってくるかなと思います。そして、そうですね、こう、レイジっていうのは、移動速度を非常に高めるために使います。そしてここでヒーリングを使うんですけれども、やはりウィザードの塔であったり、先ほど出てきましたその赤風船、何でしたっけ、対空爆弾、対空爆弾はその、範囲攻撃なので、その一気にバルーンのダメージをですね削ってしまうんですね、 HP を。なので、ここはなるべくもヒーリングで耐久させていくような形になります。はい、もうレイジはですね、もう基本的には、攻撃力の上昇という意味で使うのではなくて、完全に移動速度のためだけに使いますね。もうバルーンは攻撃力非常に強いんですけれども、ほら見てください、もう壁も一緒に攻撃しちゃってるっていうね。もうその濃い紫壁だったりピンク壁、どちらとも破壊してしまうみたいな、もう驚異的な攻撃力なんですね。なので攻撃力を上げるという意味で使うのではなく、移動速度、あくまで移動速度で使います。そして、見てもらえば分かるんですけれども、もうガーゴイルとかは完全にそのバルーンが、ビザードの塔であったりそういうのを壊してからガーゴイルとかを出します。その理由といたしましては、やっぱガーゴイルとか対空爆弾に非常に弱いので、もう後のその時間切れにならないようにやるという感じですね。はい、あとはもうドラゴン、一応ドラゴンを編成した理由としては、対空砲が壊しきれてない場合とかありますよね、たまに。例えばタウンホール8相手にした場合ですと、対空砲が残り1個残ってしまったと。そういう時にドラゴンでしたら耐久してくれるので、
まあ、その間に、アーチャークイーンとかを出して、まあ、対空を破壊してみたいな感じで、まあ、ちょっと耐久もできる、ユニットなので、まあ、ドラゴンを採用しております私は。はい、まあ、あとは、まあ、もう見えてるだけですね。はい、まあ、今ので、ほとんどですね、そのバルガゴの、まあ、注意点というか、味噌となるポイントについてはお話をしたんですけれども、まあ、その援軍を完璧に処理する、そして、まあ、もうこれは流しで見ていく感じですね。完璧に処理すること、そして、まあ、そうですね、援軍処理は、まあ、バルーン1体で、まあ、処理するのもあり、まあ、ちょっとこれですね、バルーンでの処理をミスってしまったリプレイですね。まあ、集めていくんですけれども、はい、集めました。完璧に集めたんですけど、ほらこうちょっとね、完璧に処理することができなかったっていう感じですね。あの、ここの一体はちょっと間違えて出しちゃいました。まあ、今回も面で出して、さらに移動速度が弱い点では、もうね、その重要な部分でレイジをきちっと打っていくと、もう一瞬で破壊しに行くと。そしてですね、ここ非常に気をつけたいんですけども、ここら辺、ここのバルーンありますね。このバルーン非常にもう HP が少ないです。ウィザードの塔で何回かやられたらもう死んでしまうような塊ですよ。ここにもう8体ぐらい固まってます。その守るためにヒーリングを打ったんですけれども、見てもらえば分かる通り、バルーンの影が下にありますよね。その影がヒーリングの枠内に入っていないと回復することができないんです。一見見た感じですと、こうバルーンの頭の部分、バルーンの風船の部分はなんかかぶさっているように一見見えるじゃないですか。しかしながら、そのバルーンの、そのなんて言うでしょうね、下の地点っていうのは完全に影の場所になるので、もう私はてっきりこのバルーンを回復させるつもりでヒーリングを打ったんですけれども、もう回復できていなかった。それがまあ大きな問題点というか、気をつけなくてはいけないポイントですね。やはり影を見てヒーリングを打つ、そこが重要なポイントじゃないのかなと思います。はい、まあ、あとはもう、あとはね、まあ、さっきと同じで、後からバルーン、後からガーゴイル、そしてドラゴンを投入していくっていう感じですね。まあもう、まあ、タンホール8なので、敵はなので、まあまあタンホール9の攻めでしたら、タンホール8の壊滅は当たり前っちゃ当たり前なんですね。まあ、私はまあ今回はバルガゴですね、タウンホール8を全開させるという目的でやりましたけれども、まあ私今見て分かる通り、ラバハウンドをですね、弊社を工事中でございますので、タウンホール9を相手にしたラバハウンドを編成したバルガゴ、ラバルガゴというものもやっていこうかなと思っております。ということで、ご視聴ありがとうございました。